大学の時は法律とか分けて勉強することがあまりなかったんで、まあ、ゆうきゃんさんの各法律ごとで勉強していったら頭にも入ってるなっていう印象です。問題はやっぱり解けるにつれて自信がついていって、まあ、自分的には労働基準法とか労働安全衛生法とかが覚えることが多くてすごく難しいんですけど、まあ、その辺も今どんどん復習していきながらやってるんで、まあ、自信は着々とついてるかなと思います。社会保険労務士に関係する法律を今から30秒以内に5個挙げてください。5個言えないですよ。今4個しか言ってないんで。自分のやりたいことが社労士でできるので、セカンドキャリアの中でそう活かせることが多いと思うんで、いつか試験を受けるときに、まあ、しっかり役立てられるように今のうちにどんどんやっていきたいなと思います。